終わっちゃった。じゃあこれは閉じます。ゆうさんのショールーム見てた。全部聞いてました私は。そこ私がコメントしてからのあれを。ちなみに私はイエルさんと何が食べたいかっていうと、なんだろう、イエルさんと何が食べたいかっていうと、あのちょっと普通にご飯はあれだから、私はカフェ行ってイエルさんの写真を撮りたいです。インスタの写真、なんかここゴミだらけで嫌だ。私の髪の毛とティッシュとヘアゴムがたくさん、今日なんか自分にさ、なんかさ、してみたいなって気持ちになって、いろいろ髪の毛さやってたらさ、ブチブチブチって切れちゃって、ちょっと汚くて見せれないけどさ、なんかね髪に絡まってこういう感じの、こうなんて、そうあ、ゆえさんのところから来てくれる方がたくさんだ。今日私もあと15分したら終わっちゃう。私は、うん、ゆうさんの写真を撮りたい。あ、とんかつは永遠と食べたい。コペの配信、今日もココアちゃんだ。コペって私のこと好きなんだよね、結構。そう、人気者で困っちゃう。ココペね、ココペなんか好きなんだよね、私のこと。私はね、なんか、でも私はね、まるまる好きってね、言わないからさ。けどね、あ、ココペって絶対私のこと好きだよねっていうことはたくさん思う。レイヤちゃんとかも。だし、ミナもだし、神戸はじくこしめちゃのことが好きだと言ってましたって。あ、あって伊藤ゆえるさんが2度目の訪問ってきた。みんなには見えないやつこれ、うん、2回目らしい。ね、一回来てたらしい。こんばんは、ゆえるさん。
でもゆえさん見てる、これ汚いからちょっと直しとこう。これで結構恥ずかしい。ご飯食べてない、まだ。友達が遊びに来るときだけ。そうです。あ、待って、壇上が何も見えない。友達が来るときだけ急いで片付けて、このショールームをするときも急いで片付けます。なんかあの、私ここら辺にさ、めっちゃ物置いてるから、ベッドとかここら辺にから、めっちゃそう、本当にだから一旦あめが昨日ね、サンダル買ったのみんなに見せた。画角に、なんかいつも壁側にで配信してたから、壁側にあの寄って配信してたから、え、可愛いかも。あ、こういう感じなんだ、スポさんみたい。ほら、可愛くない？可愛い、めっちゃ厚底。でんです、可愛くない？シルバー、可愛い。これ厚底です。なんか私さ、そう、なんか結構なんか勝手に気にしちゃうのが、私さ、もう身長が割と私高いじゃん、162センチだから。で、私がまあ遊び行く人は160の子はいない。まあ、グッチとかも小さいし、ミナとかもなんちゃね6センチぐらい結構身長差割とあったり、ココッペとかも。だからこういうの履いたら私がすっごく高くなっちゃうんですよ。そう、なんかそれが嫌で、私は同じ目線で話したいの。同じ目線で話したいけど、やっぱどうしてもこっちが高くなっちゃうから。でも私のね、友達にいるの、身長が大きい高い女の子が。だからその子さ、遊び行く時はこんぐらい履いていかないと、その子もめっちゃ厚く履いてくるからね。可愛い、これインスタ用ね。レイヤちゃん専用。もう気にしないけどね。なんかインスタ撮る日だったらこれ。そう、ちょっと履いてみるわ。でもなんか脱げそう。あ、え、待って、高い高い。買いました。え、私さ、アサイ好きなんだよね、最近っていうか昨日から。昨日からアサイがハマりだして、私的には意外と美味しいじゃんって思って、でもアサイの味って表せなくない？普通になんかそういうヨーグルトって感じ、アサイは。
なんかそういうなんかヨーグルトスムージーだ。サイはそう昨日初めて食べて、でまた今度ミラと食べ行く約束しました。だから私のインスタアサイだらけになっちゃうかも。そうアサイ、なんかスムージーで、それになんか下のなんかヨーグルトじゃないスムージーだね。アサイは絶対に私の感想、なんかスムージーを食べてるって気持ち。だからって感じです。確かにゆえさんってアサイ好きだったよね。分からんけど、アサイです。可愛くない？あのフルーツとかがあるの。そうで、みんなと行こうって約束してるところがなんか割と多分有名なとこっぽくて結構待つらしいので、ちょっと待たないことを祈りながら。そういえばさ、今さっき言ったらさ、ゆえさんが私のインスタ好きって言ってた。私のインスタね、暗い、なんか私夜が漏れるから、なんとなく夜が漏れるから暗くなっちゃうの。夜に撮るから明るくしたいんだよね。し、なんか撮ってるカメラアプリもちょっと 暗めなの。なんかフィルターとかつけないから暗くなっちゃって。確かに猫だね。ああそう、暗い方が漏れるから。でもなんか夜すぎてもさ、なんか暗い、私なんかあれだから、そう、なんかそう暗くなっちゃうよね、どうしても。だから明るいところで写真撮りたい一回で。なんかインスタに自分の顔しかなくてちょっと嫌だなって思ってたけど、なんか他のアイドルさんとか見てもやっぱみんな自分しか写ってないから、そういうものなんだと思ってちょっと我慢します、自分の顔しかないのを。ということで今日は終わります。もう時間だよね、多分。熊がすごい。ここでも15分にならないからね、それまで待とう。一旦ランキング読んで待ちます。13位 BJ さん、ありがとうございます。12位ルルルンさん、ありがとうございます。11位ムックさん、ありがとうございます。10位ステックさん、ありがとうございます。9位シャオタンさん、ありがとうございます。7位シミシミ、ん ?8 位チャントクさん、ありがとうございます。7位シミシミさん、ありがとうございます。6位ミルンクラゲさん、ありがとうございます。5位ヒデさん、ありがとうございます。4位サンニャンさん、ありがとうございます。3位タラの魚さん、ありがとうございます。2位 HKT 超絶おじさん、ありがとうございます。1位葵ちゃんさん、ありがとうございます。あ、インスタ投稿したので見てください。ということで配信ありがとうございました。おやすみなさい。明日はもっと長くしますね、ショールーム。ちょっとなんかさ、15分だと話していないんだよね私。おやすみなさい。